さんどうもこんばんは、木更津です。もこです。ゼロ月ハミの仮面ちびり実況やっていきたいと思います。今回は操作のうまいもこがリベンジをしてくれます。やめて、ハードル上げないで。操作のうまいもこがリベンジをしてくれます。死ねないじゃないか。もう本当にため撮りなんですけど、続けて撮ってるんですけど、前回ので木更津は心が折れました。もう無理です。もうちびりそう。本当に本当に何回やっても勝てないよ。無理だよ。だからモコがやってくれると信じて見てます。これ自分たちの小さく聞こえてるとか、意外に BGM が大きいから大きい声で話してください。うわーやばいやばい。頑張れ。はい、避けた。あー怖い。後ろに下がるときは逃げる。あ、危ない危ない危ない。うまいうまいうまい。すごい避けてる。横うまい。ないないない。ちょっと早く起き上がって。早く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 。危ない。危ない危ない。何、こけるとかある？いや多分叩いないです。濃く使えるよってことだ。うわやってました。でもまだ強敵持ってるでしょ。なんで重なってんだ。あ、やばい。横からってる。あーやばい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 。そんな余裕なかったよ、自分の時は。 G ボタン使えるよ、G ボタン。やばい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 。え、ちょっと。おー、え、なに、こんにちは。こんにちは。マジ、こんにちは。前方向。やべやべやべ。うわー、きつい。まだ前方向。Cボタン、2回使えるよ。うわ、ダメやった、ダメやった、ダメやった。ね。起きた。170でも少ない。あ、でもあとちょっとで倒れるよ、相手も。おーおーおー。だね、すごいね。いやこいつだよな、こいつが食らわないんだ。2028。あれ、1体に分かんない、交互に来てるだけかも。なんか余裕になったんだけど。
一体倒したのか。だってさっき体力めっちゃ減ってたもん。さあ増えてる。2体目なんじゃねこれ。やっぱ。おお、こけたこけたこけた。早く起き上がって、早く起き上がって。後ろにいる。すごい。もうちょっと。倒せないなら逃げるしかないよね。うわっ、あ、これ死ぬかもしれない。これ閉じ込めない。こんな状況で私鍵差し込めないのかな。開けてる時は無敵時間。え？うわあ！終わった、これ終わった、終わった、終わった。進んでさ、通り過ぎていく。何回出てくるんだよ。扉開けて来た道に戻るってことかな。なんか暗くなってそんなことはないと思う。ここ右右右出れないのかな。右右
さすがモコだよ、何だったんだろうあれ、倒しちゃったよ、すげえや、木更津が下手すぎなだけなんですけどね。どっちだったっけ、そっちで合ってると思うよ。なんか麻生記念室の方に行って左の方だったよ。どっと疲れた、麻生記念室の方じゃないや、セーブポイントはあるけど繋がってるから。もうダメ、あーもうあの車椅子の女にいじめられたからなもう木更津はあの車椅子の女はトラウマです。やだあいつ、怖くないけど倒せないんだもん、無敵じゃん、何回やったら死ぬんだよ強すぎる。やっぱ1体倒さないと1体倒せない設定だったね。地下行こうよ、戻る、そうそうそう、地下行って配電室行って、さっきあの何て言ったっけ、転送か、何も送らないから装填時間、あのさっきあの何だっけ無限のやつでやってたからさ、ああの超攻撃力低いやつで、そう攻撃力高いやつは装填時間が長くてね、木更津はそれでやってて時間が長すぎて攻撃できない間に攻撃されて死にました。なんで押してるよ、取れないよ、なんでって言って思いました装填時間のことを後からあれまたなんか落ちてる分かって、あれなんか取り逃してるんだね、光を当てないと多分光らないから、こっちじゃないね、相手が強いから2回死んでもいいように強石2つってことだったんだ。でも1回だったけどね、すごいね、2つ2つだったら頑張れば勝てたかもしれないね。じゃあ1個じゃ無理だったけど、でも2個でも無理だな、自分的に厳しいわ、2個じゃ5個ぐらい欲しいそりゃ5個もあったら結構安心だね、やっていけるね、うん、落ち着いてやれる、開かなかった方だよ。あ、あそこか。
なるほど。これ大事だよ。それ大事。それないと生きていけないもん。モコが取ってくれた強石を次のターンで私が使うという。もったいね。反対だ、反対の方だ、うん、階段の左側だったね。まっすぐ行け。詰まった引き出しが邪魔い。でもああいうところにガンって当たるとすごい痛いよね。痛いね。お腹がガーってなる。次を使った。わー怖い。やだ。本当にずっとマコが操作してればいいと思うよ。そしたらサクサク動画になるよ。やったー。それだけかな。アイテムは。下に行けるじゃん。行きたくねー。この下に配電室があるんじゃね。うわー、なんかいそうだもんだって。てか物がいっぱいだね。あ、なんか調べてた。段ボールやゴミらしき袋、液体の入ったポリタンクなどが積み上げられている。特に変わったものは見当たらない。やめて、なんか振り返った感じ。暗いね。暗いよ。やだ、もう暗いのやだ。BGM がないとね、このマイクの調子が悪くても声が入れやすいんですけど。うわ、なんか先続いてる。頑張れ。地下へ続く階段。ここまだ地下じゃないんだ。来たね、配電室。23だったよね。うわ、やめてよ。ルビーだ。てか扉の周り黒いね。ここが配電室。まだ動いてるみたい。動いてる。いや、動いてないと困るだろ。いや、まあ確かにね。アイテム拾わないの？拾う。いやだ、うわ、もうだってもうあそこ、まがまがしい感じ。ね、扉の周りなんか変だよ。いかにもって感じじゃん。何かが落ちている。当直看護婦のメモ。今日の当直へ。3階病室への扉、パスワードが変更になりました。パスワードは1956です。3階には症状の重い患者がいらっしゃいますので、扉の開閉には十分注意してください。
1956。いらない。開けたくないです。あ、それ配電の違う。でもあ、青い光が。離れて照らしてからじゃないとダメなのかな。あ、結構離れたけど。違うか。うん、そっちだね。A ボタンを押すのやめる。やめたけど遅かったんじゃね。だから避けれるのかわかんないけど、 A で手伸ばすのやめるっていうのしか自分は思い浮かばない。振るのかな。でも振るって出ないよね。多分それ調べるっていうことだよ、青色は。そうすると出るから23になるようにするんじゃない。今これ21なのか。もうこれ苦手だって。じゃあそこ9でしょ。だから6をやって、6を8やっちゃうと3になるでしょ。おっあっさりと操作盤のランプがついた。何かが動いたような。動作音が聞こえる。エレベーターが動いたのだ。通りすがりし、ああ間に合わなかったよ。くそ、入ってったな。入ってったね。扉が開き配線が見えるようになっている。中には数本の数字が書かれたレバーがあるよ。あ、これさっきのか。うん、それを操作したんだよ。 こっちを調べたのかと思ってた。鉄のトラメラに配電盤と書かれている。錆びついていて開けることができない。うわうわ暗い。開かない。うわ、またやったよ。パタンって。こう行った方がいいの。地図ないね。あそこで止まってるんだじゃん。行き止まりなんだ。何も出てこないだろ。飛ばしたいこれ。開けるシーン長いよね。まあ労働の時間だからしょうがないよ。うわっ、ここに入ることは禁止。通り過ぎの人だ。あ、下にいたんだ。なんか喋ってたね。あ、青色フィラメント。毎回さ、赤いのと差別するために青色フィラメントって言っちゃうけど、本当の名前はアイテムフィラメントだよね。光っておる。することで効果時間中の除霊能力を上げることができます。へえ。あれどういうこと。だからこれ使ってる間は普通にパシャパシャ取ってるやつがちょっと強くなるよって。ただ効果時間中だから短いかもね、時間が。多分使わないな、うん、多分このコクだけだと思う、使うのは。私はコクが好きです。キサーズはどれも使えなかった。テンパってです。うわ、めっちゃオフだ。あ、よかった、開かなかった。鍵がかかってる。これ最終的にここ来ないといけないんだよね、きっと、ね、あー、多分ね。だって地下で
神隠しにあった5人は見つかったわけだからそっちに行かなきゃいけないはず。反対夜が開くかなと思って。それ扉じゃない、扉じゃないよ、壁だった、土壁だよ。木打ち続けてやるけど、わー写真撮れなかったな、行き止まりだと。え、うわー怖っ、怖っ、めっちゃ怖っ、めっちゃ怖っ、めっちゃ怖っ。なんか武器持ってる。来る？来い。かぶってる、かぶってる、あ、え、通りすがりの人じゃない。え、何宮、木の宮、天気霊がいたところに何か落ちてる。木の宮とは死せる者の宮なり、死せる者死して面変わり、咲く恐れあり、死せる者に咲き触れあらばその面かり目つむべし、その後死せる者に偽し面をかぶせ面を保つべし、面死せり者と交わり面死せる者となり、死せる者は面となる。いのみやに立ち入る者心乱れ芽吹きやすし、修行積み心に月照らす者のみ二宮にいるべし、されど月満ちぬ世に二宮にいるは愛ならぬ者と知るべし。二宮なの、木の宮なの、近畿の木の字だよね。でもイムって読むよね、どっちなんだろう。読めない、漢字わからない、閉じ込められる。終わりそうな気がする。まだあるのかな、あるならセーブして区切りたい時間だけれど、ないなら終わりまで行っちゃいたいよね。わ、なんだよ、なんか、あ、またさっきの人だ、やだー。これ何、いつから逃げ芸になったの、繰り返し、まだあ、これは逃げるだけなの。そう、画面が白いときはダメなんだ。あ、色が戻ってきた、鍵を外した。あー何、先に進んでた。あーもうやだ、なんか青色出てる。しまったね、あーお浸水ありがたや。お浸水じゃねえよ、から来たんだよね。で逃げてきて、こっちに行くのか、うん、中庭の、あ、開かなかったとこだ。あーなるほど、じゃあこっから開けられるんだ。で鍵を外したってさっき出たから出れるようになったんだ。あ、オッケーオッケー、じゃあそこは中庭に通じてるよってだけだ、行き来が自由にできるようになったんだ。なるほどね、あーそういうことか。あ、だからいたの、来る意味がよくわからなくなった。咲かせたいんでしょ、ルカちゃん。ルカちゃんもう咲いてんじゃね。あー窓から見ちゃって、そうそうそう、あ
ガクッとうわーってなる。ガクッとうわーってなる。5万位っていうのを楽しむ以前に戦いで絶対負けるって分かってる戦だからさ、ロボの時じゃないと勝てないっていう。なんだっけ、あれじゃん、麻生の方に繋がってんじゃん。あ、じゃあ反対側から行ってセーブして終わろう。出てきてほしくない。二人一気とかもう無理、一人の相手で手一杯だから。はい、ではこのパートはここで区切らせていただきたいと思います。今一瞬色が白っぽくなったから、またあの女の人出てきたのかと思った。ライトの明かりだった。今回のパートは見事にリベンジを決めていただいたので、モクありがとうございました。モクありがとう。本当モクありがとう。かっこよかったよ。ということで、ここまでご視聴くださってありがとうございました。またねー。